今回の雑学は、こちら。はい、先に花が咲くと枯れていくのはなぜかと、竹の花は珍しく滅多に見ることができないと。竹も植物などで花も咲くと。しかし数十年に一回というですね。なぜ竹は滅多に花を咲かせないのかと。それは竹が地下茎で繁殖していく植物だからとですね。山にある竹はすべて地下茎でつながっている。毎年成長して市場にタケノコを出し仲間を増やす。なので花を咲かす必要はない。しかし地中の栄養分が不足したり水分がなくなったりするとやがて枯れていくですね。竹が全滅する限界のところで花を咲かせると。はい、こんな感じです。